マイナンバーカードとの一体化に伴い、来年の秋に健康保険証を廃止するとした政府の方針について、岸田総理大臣は昨日現場の意見を伺いながら考えていきたいと述べました。移行のあり方について現場の意見これを伺いたいと思っています。ご意見を伺いながらあの対応について考えていきたいと思っています。 健康保険証の廃止時期を来年秋から延長するかどうか問われた岸田総理はこのように述べてきょうも東京都内の介護施設を視察し医療関係者らと意見交換することを明かしました健康保険証の廃止をめぐっては自民党内から内閣支持率が低迷する原因だとして廃止にこだわるべきではないなどと見直しを求める声が相次いでいます